どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、今回はソロ動画作っていきたいと思いますが、早速装備確認いたします。マモマスマルベリ。今回、パイレーツハンマー、アイドルヘアバンド、地獄の帝王鎧上レックス服した、導かれし勇者盾バランに、道具戦士の呼び笛でございます。いつもの無課金編成ソロ、今回は祈願王バーンでございますね。パイレーツハンマーは何度も過去動画で言っておりますが、引き換え券での配布が来たということで、純無課金装備として扱わさせていただいておりますパイレーツハンマー。火力上げね、唯一無課金編成でも、緑竜の鞭とね、二つあるよっていうやつでございますが、マインドブレイクに猛虎破砕拳、オーラナックルとベホイミと、今回のダイコラでゲットできたスキル使っていきたいと思います。紋章はこんな感じでございます。もう一キャラ、スパでございますね。そして装備はなんとバビロンスタッフのバイパーハット、レオナ服上、アイドルスーツ下、アリアハン、天魔、スパスタ奇跡という形で、耐性一切積んでおりません。補助呪文骨、積み積みでございますね。補助特技骨も一部入っておりますが、耐性なしパターンで、守りのベール、ラリフォーマ、ドルオーラ、ミナカトール、ベホイミ、ベホイミ、完全無課金、スキルセット、紋章こんな感じでございます。まあ、もうこういう形であればね、あれかという感じでございますが、装備、パラディン、もうキャラ、古代ラーダテンスを今回使っていこうと思います。ロレボー、祈願王スーツ、上下ですね。上に関してはまだ貫突さえしておりません。まあしかし今回の祈願王スーツはね、伝説級でもね、やはり上下使えるかなという形で、無課金の方はぜひゲットしていただきたいところですね。まあ実際にここ使って試してみたいのと、アリハンタテ、バラン魔石、天魔タズナという形で、ここはジバリア、デイン、イオと必要な体制を積んでおります。で、ラーダストライク、ミナカトール、グランドクルス、刃砕きという形で、まあ、パラディンは最後の一手用の古代ラーダ、グランドクルス、どうなるかっていうところですね。紋章セットこんな感じでやっていきたいと思いますが、まあ、魔もパラ、スパでね、キーポイントになるのは、今回、祈願王バーンで火力上げ、バンクロー後に火力上げがあるのを解除していかないと厳しいということで、無課金唯一の波動効果がある、道具戦士の呼び笛。これをね、使って、しかも今回スキル前になっておりません。できれば、どうしてもクリアできないと。で、今回の私の動画みたいな形を参考に、まあ別のやり方も全然いっぱいあると思うんですけど、していただくって方は、道具戦士の呼び笛にね、頑張ってちょっとスキル上げをするっていうのも一つですけど、まあ、なしでもワンチャンスっていうところでございます。これがまあ一つキーポイントになるのと、あとはまあスーパースターでね、バビロンスタッフでも完全補助に徹して、まあ補助呪文骨とかね、積み積み状態のスパのオンステを活用し、まあどうしても波動があるんでね、火力上げの部分。で、まあパラでそれを延々守っていく作戦で、まあ最後の最後、古代ラーダテンスをラストゲージ走り切れるかっていうところですね。マモスパパラ編成やってみたいと思います。最終決戦祈願王バーン伝説級ソロでございますね。ノーデス狙いではなく、まあ、まずはクリア狙いと、完全無課金編成ソロクリア狙いという形でやっていきたいと思います。行きましょう。はい。ということで、フレンドさんはいつもの通り、補助的な活躍をしていただける、まあ、二次転生の長級職の方、まあ、無課金装備ではないんですが、お強い方ちょっと連れてかせていただいて、ただね、タタウタとか、高火力スキルで、まあ、フレンドさん中心に倒していくっていうわけではなくて、今回のこの組み合わせをね、補助していただけるようなフレンドさんを選択という形で、今回は回復、特約に果実2枚に葉っぱ、石編成でございます。そして持っていく食べ物だけ、チンジャオロース、異様耐性の方にちょっと変えておりましたが、どうしても今回の編成だと耐久要素、無課金編成でパラスパで耐久できるかというところもポイントでございまして、攻略のポイントとして激怒をどう対処するかというところもあるんですが、まあ今回は激怒必ずされる前提なんでね、後半の異様耐性高い方がいいかなということでスイッチしておりました。これで行ってみましょう。出発ロラリゴ。後半の異様耐性高い方がいいかなということでスイッチしておりました。これで行ってみましょう。出発ロラリゴ。さあ、早速始まりましたが、まあ、今回のフレンドさんの選定ポイントとしてはね、やはり無課金編成ではいつもピオリムがないんでね、金色の閃光をね、活用させていただきたいというのと、まあ、タタウタがないということ。あとはこの冥界ブレスですね。どうしても今回、土偶装備のとこで確認してましたけど、土偶戦士持ってきてますけど、これだけじゃね、CT もマモマスで2回打てるというメリットはあるんですけど、2回じゃギリギリ足りないかな、無課金編成火力ではっていうとこなんで、冥界ブレスあるところという形でやっていきたいと思います。で、自動回復1段目なので、ここはラーダストライクとマインドブレイクとパラもね、攻撃参加していきます。で、刃砕き、猛虎とつないで、で、3ターン目に通常波動が来るので、この後に閃光とかのね、バフ付けを狙っていきたいですね。で、グランドクルスも打って OK 牧場ちゃんですね。1ゲージ目は、ショック入っても、ゲージ割り前にショック戻ってくれると思うので、しっか
かりコンボをつないでいって、まあ今回はねスパパラのちょっと半分ネタパっていうところもあるんですけど、それでも激怒前にどれだけダメージ出せるかってとこですからね。冥界マイブレ、冥界ブレスもパンクロー来る前は自由に打っちゃって OK ですね。んでスパーそろそろもうオンステかましておきましょうか。ミナカ合わせて超水星でさらに回復、戦いのストンプはちょっと置いときましょうか。つっても噛み砕くか。5ターン目ロングラン回復で通常が OK、 スパに入らなかった戦友そろそろ入れて、波動が来たからストンプ打てるよ。ストンプ打ってゲージ割りに向かいましょう。さあ6ターンあっという間、これ波動入っちゃうのか。通常、あ、猛虎もったいない、猛虎ゲージ割りで使いたかったけど、まあいいでしょう。高麗で抜いていく、高麗で抜いていくじゃない、抜いて高麗受ける。メイクアブレスまだ打って OK、マイブレ合わせる。足跡1回目回復ミナカぐらいでいいかな。先行もでも次波動入った後だね。で高麗のダメージ微妙に波動入って戦友打ち直して、おっつ、いや高麗前にバイベル入れたかったね。ぶっしゃ、まあなんとか先行で速度上げ、ベホイミ打っとこうか。ドルオーラ溜める。奇跡とドルオーラ合わせられるか、コンボつなぎたい。噛み砕きでつないで、うん、コンボ切れた。また戦友切れないようにね。まあ今回無課金編成の方にぜひおすすめというかね、まあ実証していきたいところは戦友でしっかり守っていくことで耐えきれるかというところも含めですからね。猛虎破砕。ゲージ戻してくれたら嬉しいな。戻れ、うん、いいね。戻していく。オーラナックル高麗受けてハッスルですね。戦友入れときましょう。ロングラン回復ありがたい。マモがとにかく頑張って殴ってくれる、殴ってダメージ出してくれることをね願っていきましょう。願うっていうのもおかしいですけど、高麗受けてハッスル、マイブレ、そろそろゲージ割り。ここでバンクローがあるんで必ず冥界ブレスないしは土偶ですね、残しとかんといけんってやつですね。通常受けて波動かな。おっと、これは特約でフォローしておきましょうか。波動なし、ストンプ割ってバンクローを冥界ブレス即打ちしましょう。即打ち、これで火力を戻していく。超水星まで回復いけるか。高麗後の方がいいかな。戦友まだ大丈夫ね。まあ一応打っときましょう。あ、でもぴったりだね、タイミング的には。多分死なない。しっかり耐えていく。OK。奇跡とハッスルで回復。さあ、ラストゲージ前。11ターン。戦友そろそろ切れそうだね。打っておく。通常波動を受けて、黄色い閃光。金色閃光。ベールも入れておこうか。バンクローをと、軽減したいんでね。マラー準備ぐらい。猛虎破砕でバンクロー戻せたら最高。ホイミで回復。戻していく。いいね。オンステイン継続してますよ。オーラナックルつないで。マラー準備か。通常大丈夫かな。まあ一応回復投げとこうかな。ドルオーラも打っときましょう。バンクロー後、これいいですね。土偶がここで溜まってますんで、バンクロー入った後マラーで回復し、戦友は大丈夫。激怒ここでしましたね。いいタイミングなんじゃないですかね。バンクローを受けて多分受け切って OK。 土偶で火力解除しマラー合わしといて、ホイミも、いやロングランで十分か。戦友入れ直し、通常ちょっとここで忙しくなるですから倍速切って超水星合わせ。あーでもちょっと足んないか。またバンクロー猛虎で戻せたらいいな。コンボをつなぎたいね、ここは。でもバンクロー後に取っとかんといけんから、冥界は。マイブレ合わせて。ゲージ割りかぶんないよね。抜かないでよ。OK。で、ガードしときたいかな。通常がどこ？バンクロー受けた後でいいね。ガードして、バンクロー受ける。回復。果実ガードミナカ冥界でいい感じなんじゃないですか。
バンクローが CT セットされてないで冥界で抜けるか抜けないか。 OK 抜いた。で祈願砲来る、ハッスル準備しとく。奇跡バラはといいね。先行はちょっと通常受けてからにしたいですけど、手動 OK、 ハッスル間に合うか。ベホイミでフレンドさん回復、ハッスル間に合わしたいよ。これは通常が危ないけど、ハッスル間に合う。 OK、 先行はちょっとキープしたい。ハッスル2枚入れる、ストンプもキープしたい。とりあえず噛み砕いとく。大丈夫か、こっからやで。ストンプ探偵が来ました。祈願砲、ここがね激怒中です。くー、道具間に合うかな。波動、およかった、間に合ってると思う多分。ベール先行、ストンプと。でこっから走りたいよ。ラストゲージもバンクローは来なくなるんで、これをしっかりね、胃を食べ物持ってきてますから、戦友も入れて、激怒後でも胃を食べ物さえ持ってきていれば大丈夫。これでピオリム守備アップ、火力上げが入った状態。さあこっからつなげるか。最後はねパラも攻撃参加してとか削り切りたいですね。ただフレンドさんじゃない、パラの回復を打っときたい。超水星マラーも行きたいけど、細かい回復でいいかな。ここは祈願砲とりあえず通常受けの OK。 特約マニア、果実間に合わせて、ベホイミもいけるかな。間に合ってなさそうかな。あー、ここは落ちちゃうかもしれない。いや落ちるね。むしろドルオーラ準備しとこうか。耐えろ。おお、ギリ耐えた。神プ、そろそろかな。ドルオーラ、超水星、ラーダ、マインド、モーコ、つなぎたい、これ全部。さあ、ここで、ちょっと気が、おお、早い。ラーダ、これで外しちゃったけど。お、ナイスー、モーコ。さあ、ラストの、グランドクルスまで間に合うか。どうなる。あと一発、決め切りたい。決め切りたい。グランドクルス、マイブレ。間に合ったか。あー、気が、おお。これはスパが落ちるかな。ただ守備アップが入ってるから、おお、ギリ受けた。いったんじゃないこれ。クロス、クロスじゃない、クルース、マインドブレイク、メーカイブレース来た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 。これノーデスいったんのかな。これ一回も死んでないよね多分。無課金ソロスパパラ半分ネタパで無課金ノーデスいったよね多分。多分行ったと思う。死んでるかもしんない。まあ装備、まずこの道具でね、唯一の無課金編成、波動をうまく活かしてマモで、まあ、2回撃てるっていうとこね、しっかり合わせていったのと、まあ戦いのストンプでね、瞬間的に火力上げたり、猛虎破砕で今回 CT 戻せたりがかなり大きかったですね。で無課金編成でもやり方次第でね、うまいこと。バビロンスタッフ、まあここのね、補助特技、補助呪文のコツでかなり、まあ、回復回せていてね、まあ、ベールも瞬間的に守備力上げたりとか。パラはどうですかね、槍、まあ一応守備力得意武器だと上がるんで、槍に今回はしてましたけど、他のでも面白そうですよね。まあ瞬間的に軽く最後ね、出したり、パラでもうずっと守っていくところが成立できると、無課金編成でも、いうところは見えたんじゃないかな、というところで。今回の祈願砲バーン、無課金ソロ、伝説パーフェクトクリア動画という形になったと思います。ということで、次回の動画もお楽しみ。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。